はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスパイス、前回の続きからやっていきたいと思います。メンツはこれですね。まあレインとかね、こいつなんだっけ、ラスウェルとか、もうちょっとレベルはマックスなんですけど、まあこのメンバーで行こうかな、強いんで。でこの弓の4のやつをルナか入れました。なんでレベルマックス3人いてかなり無駄っちゃ無駄なんですけど、これで進めていきたいと思います。ランゼルとの次だな。なんか村に行って、村イベントをちょっと見ないといけないのかな。コルの村。まあ入りましょう。村イベントもね、ちょっと長くなると面倒だけど。ロードが遅いな。全然ロードされないぞ。通信環境は悪くないはずなんだけど。おお、始まった。ここもちょっと錆びれてるな。この住人はなんで絶対その場で足踏みをしてるんだ。あ、こここそ炭鉱の村って感じじゃん。これ炭鉱用の線路でしょ多分。いや、めっちゃボロいな。ただてか、このさ、トロッコ電車で砂漠は取ろうよ。では砂漠を越えるための物資を調達するとしよう。まさに盗賊のセリフだな。なんであいつだけ別れたんだ。フィーナに物資が調達できるのか。そしてレインは何に気づいた。嘘だろ。どうしたレイン。フィーナがいない。今さらかよ。普通に別れてったじゃねえかよ。お前らマジ何なんだ。あれだけ注意したのにまたか。いや、普通に後ろ去ってったよ。もうフィーナの腰にはロープをつけておくしかないな。うん、そうしろよ。あんな堂々と、なんか俺は普通に二手に分かれて物資を調達しに行ったのかなって思ったら全然違った。まあイベントをちょっと進めましょう。イベントがね、起こるところは多分イベントマーク的なのがあるんで、まずそこをちょっと目指しちゃいましょう。え、普通に先に行けんじゃん。どういうことだよ。コルコーヤ、街の中探し回った意味ねえし。ここに来たのか。あいつは何の準備もしてねえよ。フィーナは一人で砂漠に向かったみたいだ。アホかマジで。あいつまた珍しい動物でも見かけちゃったのかもな。そんなんで済まされるか。お前らどう考えても何も用意してない。レイン、真剣な話だ。奴を切り捨てよう。俺たちはゆっくり準備をしよう。やはりこの度にフィーナを同行させるのはやめよう。その通りだ。こんなことが続いていたらいつまで経っても旅の目的は果たせない。だいたいね、ああいう奴はね、一回痛い目見た方がいいんすよ。ラスウェル、それは逆だ。飛空艇にフィーナが現れた時から全てが始まったんだと俺は思っている。どんな考えだよそれ。だからこの旅はフィーナが一緒じゃないとダメなんだ。意味がわからん。こいつの意見には全く賛同できないな。お前の言いたいことはわかるか。全然わからん。旅の目的のことだけじゃない。一度一緒に行こうと決めたんだ。面倒でも最後まで付き合うのが筋だろ。都合が悪くなったらコロコロと信念を変える。そんな男がグランシェルトの騎士っているのかよ。いや、切り捨てることも大事だ。その甘さがいつかお前の身を滅ぼすぞ。
ふ、言うじゃないか。レイン、今の言葉、レイゲンさんみたいだったぜ。いや、だからって、このままでいいとは思えないっすよ。消費体力7。結構使うなぁ。やっぱね、この魔法キャラがいいっすね。全体に魔法攻撃ができるキャラが。勘違いするなよ。俺はフィーナと旅を続けるのは反対だ。だが、俺は迷子の捜索を投げ出したりはしない。グランシルトの騎士としてな。ああ、わかってるって。サンキューなラスエル。本当にわかってんのか、お前は。絶対これね、ウォータラの方がいいな、ボムは。ファイラ効くかな、効かなそうだな。まあ、クルルはサンダラしかないんで。リディアなんだっけ。あ、ブリザラ持ってんじゃん。で、ラスエルもブリザラ持ってるんで。よし、これでいきましょう。一旦で倒せればいいけど。あー、なんかが、ファイラか。自爆。このタイミングでか。まあ、多分ヒットポイントに応じてってことだと思うんですよね、自爆は。まあ、潔いといえば潔いか。また、一ターン目は、全体魔法でいきましょう。あの木は燃えそうだからな。ちょ、ブリザラでいこう。よし、行け。一ターンで倒せれば。かなり楽なんだけど、どうだ？おー、いったー。よし。しかも、アイテムも。そうそう、アイテム枠をね、もうちょっと補充しちゃいました。補充というか、広げました。一回一回ね、素材を整理するのはめんどくさいんで、もうしょうがないっすね、それは。まあ、ラピスも今のところは、結構手に入るんで。で、ルナの攻撃は、できればボムにやりたいっすね。なんで、ボム狙いで、行きましょう。ファイラがね、効かないんで。あれ、みんなちょっと残った？ボムだけむしろ倒せたか。吸収。ヒットポイントが吸収された。てか、なんで全員上攻撃するんだ。まあ、敵の攻撃は弱いからいいか。ルナがいつの間にか半分減ってんな。それにしてもルナのね、弓、かっこいい感じはするんだけど、なんかそんな強い感じはない。1899か。まあそこそこだな。アンゼルムがレベル上がったし。そう、今ね、進化させるための、新竜石だっけ、なんだっけ、神結晶か。神結晶は手に入れたんですけど、まだちょっと他にもいろいろと足りない素材があって、結局はまだ進化できないんですよね。砂漠が近いんだろうな。だんだん暑くなっている気がする。まずいな。フィーナは水を持っていないはずだし。レイン、お前も人の心配をする前に今のうちから水をしっかり飲んでおけ。そうでないと砂漠を抜けられないぞ。お前らこんな軽装備で砂漠を抜けようとしてんのか。完全に舐めすぎだろ。もう少しね、充実させた方がいいよ、装備を。まあでもいざとなればさ、ウオタラでさ、水補充できんじゃん。てか、Xです、意外に魔法持ってなかったな。やっぱり攻撃しよう。前の人のエクスです。なんかファイガとかいろいろ持ってた気がするんだけど。この人はちょっと持ってないな。うわー、来た、スピル。ちょっと厄介だな、スピルやられると。2体倒せる？倒せないか。うわ、またスピル唱えられたよ。ラスウェルのマジックパーがゼロになった。え、下生きてんのかよ、まだ。全く厄介なやつだ。エクスデスのあの無の剣、強くはないけど、かっこいい、やっぱり。
うわ、ズーが出てきた。ズーどうしようかな。とりあえず攻撃力が1人だし、どんくらい減らせられる？半分いけるな。あ、そうか、弓使いがいるからダメージがでかい。よし、これは決まったな。オーケー、金の卵的なの落としてったな。ウィザード3連戦はちょっと全体攻撃でいこう。ルナはね、フロストシュートっていうのが全体攻撃なんですよ。クルルもサンダラいけるし、ラースウェルがねマジックパワーないんで、このエクスデスちょっとレベル不足だったかな。そうすると、グラビデ、おお、フロストシュートかっこいいね。微妙に残ってんのかよ。2体倒したか。よし、あとはウィザード C。 まあお前の打撃など痛くも痒くもない。次のやつでセイレーンを使っちゃいましょう。全体攻撃のてか召喚獣とかもう1体欲しいな。なんかね、召喚獣のステータスの10分の1だっけがこの召喚者に付与されるみたいなんで。てかあと1回しかできないけど、終わるかこれ。コル荒野中央部、消費体力7。これで終わんなかったらちょっと持ち越さないといけないぞ。リディア連れてこ。リディア、リディアだったら魔法覚えてるでしょう。俺もリディア手に入れたけど、リディアはねまだレベル1なんですよね。おいラスベル、お前の水全然減ってないぞ。もしかしてまだ一口も飲んでないのか。どうして。別にいいだろ、喉が渇いていないのだ。お前、人に水をしっかり飲めと言っておいて。いいから俺のことは放っておけ。どうせフィーナが見つかったらフィーナにあげるつもりなんだろう、このツンデレ野郎が。そうやって点数稼ぎばっかりしやがって。お前は本当にずる賢いやつだよ。リディアサンダラか。ちょっと待って、なんかね押しちゃうんですよね。おいおいおい、残ってんのかい。まあ185を吸収したところで大したことではない。この金の卵みたいなのは何なんだろう。結構落とすってことはそんな重要なアイテムじゃないかな。なんだ、サーチャーとかやつが出てきた。本当はね弱点調べておくっていうのも手なんですけど、だいたいサンダラに弱そうだな、機械だし。いけ、おお、いいね、これは1ターンでキルできた。てかここでフィーナ見つかってないし、ボスも出てきてないってことは終わらないな。ってことは一旦体力を貯めないと次に進めない。ほら、いけ、倒せるか。一体だけ倒したな。攻撃が入った方を倒したのか。さらばだ。そうか、ちょっと一回中断せざるを得ないな。これはクエストクリア。消費体力がだいぶでかくなってきたな。今5。で、7だっけ必要なの。あと40秒で回復するから、そうっすね、ちょっと待たないといけないっすね。なんで、ちょっとまた体力が回復したら、やっていこうと思います。
はい、それでは7溜まったので、コルコーヤやっていきましょう。出口って書いてあるんで、これで最後ですかね。これは誰を連れて行こうかな。このティナは強そうだな。多分ね、オーラをまとってると一段階ね進化してやるっぽいんですよね。おお、ティラノザウルスとかいうのが出てきた。こんなのにさ襲われたらもう絶対勝ち目ないでしょ普通の人。だって恐竜っすよ、恐竜。しかも2匹恐竜が2匹を襲ってきたら俺は絶対死ぬ何もできずに死ぬ。ジュラシックパーク状態っすよ。まあ、こいつらね、こういう魔法とか唱えられるからいいけどさ、こいつらが総攻撃してもさ倒せないんだよ一旦で。一般人には絶対無理だろう。大体さ、このティラノザウルス2体がさ村に攻め込んだ段階であの村壊滅するだろう。誰が砂漠を越えようなんて思うんだ。よっぽどのアホだな。また出てきた。大体ティラノザウルスとさ、この変な魔導士が肩を並べてるっていうのがよくわかんねえよ。まあ魔法使いは倒しておきたいな。いけ。おお、ティラノザウルスさすがに強えな。サンダーより噛みつきの方が強いんだよ。だって魔法より噛みつきの方が強い。100だからね。100ってどんくらいなんだろう。おいたいって感じだから、ヒットポイント1261のうち100だからね。てかヒットポイントってね、どういうあれなんだろう。肉体的な強さなのかな。ボスバトル、あ、ボムがいっぱい出てきた。これバブルシャワーでいいんじゃん。どうしようかな。一応リージェネかけとこうかな。でこいつ絶対ファイヤー効かないよ。レインは攻撃しよう。まあ、サンダラはちょっと真ん中のやつが怪しいけど、ファイラーしかない。あれちょっとこいつ魔法乏しいな。ファイラーしかないってことはどうしようかな。減ってるからちょっとドレインでもかけとくか。でラスウェル、お、攻撃しちゃったよ。ラスウェル押しちゃった。食らえ。うおー、自爆してきたやつがいる。死亡者が出た。命と引き換えに。これね、押しちゃうんですよね。リミット使いたかったけど、リジェネ書くとくか。あと攻撃するしかない。結構まだパワーあんな。これまた自爆されたらきついぞ。火炎、自爆、火炎。あぶねえ。てか、オートが続いたままだったし。アンゼルもやばい。だから、ルナのフロストシュート使って、あとは、ウオタラかけて、サンダラをかけて、攻撃か。これがどれくらい当たるか。いくつ当たってんの ?30 とかが何回。あ、ボスは倒したけど周りの雑魚が残ってる。しかも一人自爆してきたし、1030とかめっちゃ食らうな。ヒットポイント分か、これ自爆って。これ少ないっしょ絶対。 200?100 か。自爆したのに宝箱は残していくっていう、だいぶ頑丈な宝箱だな。ちょっと死亡者が2人出ちゃいましたけど、これ死亡すると経験値減るとかあんのかな。ラピス100、2000溜まったな。どうなんだろう、ちょっとよくわかんないけど。あ、このね、天空の灰とかいうの欲しいんすよ。進化する素材になるんで、レインので。今天空の灰とあともう一つがなんか足んないんすよね。お、砂漠に入るぞこれ。
一旦戻った方がいいんじゃないか、村に。う、水を飲んでないからか。おい、ラスウェル、大丈夫か。お前、脱水症状を起こしているぞ。早く水を飲め。一口でもいいから飲めばいいの。嫌だ、そんな固くな。は、どうして。てかさ、こいつが脱水症状を起こしてんだったらフィーナもうやばいだろ。砂漠ではいつ何が起こるかわからない。この水はお前のために取っておいたのだ。え、レインのために。何わけわかんないこと言ってんだ。きっと熱に浮かされたんだな。いいから水を飲め、早く。熱に浮かされてなどいない。俺の体よりお前の体の方が大事だ。そんなの当然のことだろう。当然なことあるか。いいから飲め。やめろ、無理やりに飲ませるな。どういうやりとりだよこれ。まだ砂漠には入ってないっすよね。砂漠に入ってないのにさ、なんてことを。貴重な水が。こんなに貴重な水を使ってんのか。ほら、これで少しは元気が出ただろう。これ絶対砂漠越えらんないよ。あ、だがもしもの時の水がなくなってしまった。その時はその時だ。もしものことを今から考えても仕方ないだろう。まあ、もしものことを考えても仕方ないけど、これから砂漠に入るってことを考えた方がいいぞお前ら。そうだな、分かったよ。何も分かってない。てかマジフィーナダメだろもうこれ。だってここやっと砂漠ちょっと入ったとこだよ。デザール砂漠、まあちょっと体力はないんでデザール砂漠はやっていけないんですけど、確かね、ちょっと体力回復する前にちょこちょこいじってたらクルルがね覚醒できますね。ちょっと覚醒させましょうこいつを。覚醒すると確かレベル1に戻っちゃうんで、でまたクルルをちょっとレベル上げてから砂漠越えをやりたいと思いますんで。アウェイキング、おじいちゃん力を貸して、クリスタルの輝きを守りたいの。星4で、あ、一応サンダラまでは覚えてないか、今レベル1だから。サンダラまではレベル3で覚えるっていうのが分かるんだね。31レベルと45レベルでまたなんか覚える。強がるは、そのままあるな。レベル60でまたなんか覚えますね。リミットバーストが神羅万象の恵みになってるな。これもともとそんなんだっけ。味方全体にリジネの効果。あ、同じかな。トラストマスター報酬は3だが。あ、そういや、クルルってさ、もう一体いたよね。よく考えれば。ちょっとこいつを合体させよう。こいつがいいクルルで、ほら、ちょっとスーパーサイヤ人チックな感じの木を発している。で、こっちがいらないクルル。いらない子。あ、経験値も手に入るじゃん。ユニットは消滅します。別にいいよ。なんか持ってる杖も変わってたな。成功。あ、そうか。何パーセントってあったもんね。とりあえず何レベルまで行く？これを一つ一つ見ないといけないのか？あ、スキップがある、スキップが。レベル7。よしよし。じゃあ、これでクルルをもうちょっと上げればいいかな。ちょっとね、レインとラスウェルも上げたいといえば上げたいけど、レインどうなんだ？これは合成だから覚醒だな。あー、この真ん中のあれが足んないですね。光の石塊が。で、確かレインとラスウェルは同じ素材が必要だと思ったんで、ちょっと無理だな、まだ。はい、というところで、じゃあ今回はこれで終了して、また次回やっていきたいと思います。